天井がボコボコ言い出して、でちょっとこう奥見たら上の方に火が見えてきてて、でもサイレンバーって鳴ってて、で下に降りてって、でもう上見たら結構全力で火がわーって鳴ってて、あもうダメだな。そう語るのは芸人で最高級のラーメンを提供しているヘイタクちゃん。9月ヘイタクちゃんのラーメン店、鬼そば藤屋が入居するビルの1階から出火し、5階のタクちゃんの店にも被害が。被害は天井の、まあ、左端の厨房の奥がダクトのところですね、燃えちゃってて、こっからも見えてくるって感じですよね。この上からはみ出して火が見えてくるというか、換気ダクトや電気系統などが焼け、営業再開のめどは立っていないという。あれからヘイタクちゃんはどうしているのか。失意の中、ヘイタクちゃんはニューヨークで行われたラーメンの世界大会に出場。その味はニューヨーカーを魅了し、見事優勝、3連覇を成し遂げた。なかなかちょっと今非常に力が出なく元気のない状況ですけど、けどプロとして決めた、男として決めたことなんで、絶対3連覇、3回目の優勝は取るって決めてたんで、17人から30人ぐらいの列とかずっと作ってくれて、美味しいって言ってくれましたね。唯一自分に残されてる希望の一部ですね、今のところは。はい、世界も認めるラーメン職人ヘイタクちゃんだが、優勝の喜びに浸る余裕などなかった。これも本当放送してほしくないですけど、もうこれぐらいしかないので僕も、はい、もう従業員へのお金とかも結構払っちゃったんで、もう結構すっからかんな感じなんですよね。あの全然保証はなかったんで、やっぱり火災で営業できないほどの被害を被った。つまりもらい瓶なのに保証ない。一体どういうことなのか。実は火災にはある特別な法律が存在している。通常こう他人の権利とか、まあ、財産とかを、まあ、故意または過失によって、まあ、毀損した場合は、毀損した人が賠償責任を負うということになるんですけれど、失火法っていうそれとは別の法律がありまして、重過失でこう火を出さない限り、民法709条の責任というんですけど、そういった賠償責任を負わなくていいという特別法があるんです。失火法は、明治32年にできて、それから変わらず今までずっと続いている法律です。民法では相手の不法行為によって損害を受けた場合は、相手に損害賠償請求ができることは皆さん当然の権利として把握されているだろう。しかし火災の場合は、火元が重大な過失により発生させた火事でない限り、損害賠償責任を負わなくてもいいと定めている。つまり通常の火事でのもらい火では損害賠償の請求ができないことになっている。火災保険などで対応するのが一般的です。しかしヘイタクちゃんはちょうど4年前からすごい忙しくなって、でコロナの時期があったんで、まあいっかっていうことで火災保険入ってなかったんですよね。でまあそろそろもう一回 入んなきゃいけないと思ってた時期に忙しくなってて、更新するの忘れてまして、もうだから火災保険っていうのがちょっとこう断念されたという。例えばこちらの火災、今年8月にマルハン厚木北店の立体駐車場で起こった大規模火災。火元は2階中央付近に止めた乗用車のエンジン部分から出火したとみられており、怪我人はいなかったが、合わせて152台の車が燃えた。焼けた車が見えています。窓ガラスも全部溶けた状態で放置されているようです。2ヶ月経った駐車場には焼け焦げた車が今も撤去されないままの状態。パチンコ店も一時休業状態となっている。アベマ的の取材には原因が公表されていない現時点では回答はできません。原因が判明したら当社の被害も甚大なことから、対応をその後検討する形となります。
そして廃車となった車の所有者は、火災の原因となった人に重過失が認められない限り、失火責任法の規定によって損害賠償を請求することはできません。被害に遭った車の所有者が車両保険に入っている場合は、保険金で賄うことになると思われます。一方、消火活動でもこんな被害が。長野県松本市でお店を構えていた丸山留美さんは、去年3月、店がある建物の4階に住む大家宅から出火。1階にある丸山さんの店は延焼を免れたが、消火剤を含んだ水で水浸し。調理機器、食器、仕込み中だった食材も全て廃棄することに。7時間ずっと放水してたので、その水が3階、2階、1階と落ちてきて、でその水がもう電気の穴とかいろんなところからバタ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 、もう店の中で傘さしたりカッパを着ないともう厨房とかに入れない状態でした。丸山さんによると、当初大家が保証を申し出ていたが、態度が一変。ビル再建のため退去させられた上、再建後の再入居も拒否された。大家さんからの保証はゼロです。差し支えがないから保証はしないということで、退去費用も私たちが自己負担で、金額でいうとまあ本当に推定ですけど700万から1000万ぐらい前だった。丸山さんはクラウドファンディングで資金を集め、別の場所で営業を再開した。現在ヘイタクちゃんは火災にあったビルの2店舗を解約する方向。新しい店での再開を目指し、クラウドファンディングで資金を募っているが、期待するほど集まっていないという。これギリギリじゃないですか、こんなのね。もうやばいじゃないですか、ヘイタクちゃん。もう大ピンチのヘイタクちゃんはどうすればいいのか、この後生相談。さあ中川先生、はい、火災に巻き込まれた場合は、火元側に賠償請求できない、はい、ということですけれども。そうなんです。失火責任法というものがあるので、はいはい、まあ、重過失がない限り賠償請求ができないということになりますね。重過失はどのあたりが重過失と認められるんですか。まあ、重過失の意味としては、わずかの注意さえしていれば火災が発生することが予想できた、うん、にもかかわらず著しく注意を書いて火を出してしまったような場合というふうに言われています。具体的な例としては、例えば天ぷら油を火にかけたまま、その台所から長い間離れてしまって引火したであるとか、あるいは寝タバコですね、タバコを吸いながら危ないなと思いながら何も対処を講じないでそのまま寝てしまって火事になってしまったとか、あるいは石油ストーブで火がついたままこう灯油を入れてしまって、まあ、そこに引火したとか、そういうまあかなりその不注意の度合いが高いものにしか、まあ、重過失とは扱われないですね。じゃあたくさんの車が燃えたあの駐車場っていうのは重過失には認められないですよね。その何が原因だったかがわからないので、そこに重過失があるかどうかはちょっと今は言えないとは思います、ね。でこの法律が明治32年って その頃の火、はい、建物生活状況と全く違うじゃないですか、はい、そうですね。今は結構、まあ、防火の素材とかがありますので、はい、それほど、まあ、類焼しないような形にはなっていると思うんですけど、だってこれ本当長屋とかそういった生活をしている人たちの、はい、ためのということですよね。そうですね。ですから木造建築がやはり日本は多いので、はい、まあ、一回火が出てしまうと隣にこう火がどんどん移ってしまう、うん、まあ、江戸の大火とかもありましたけれど、うん、その非常にこう損害が大きくなってしまう、うん、それを火元の一人の人に全部責任を負わせてしまうのは非常に過酷じゃないかというところからできた法律ですね。それが未だ一切手が入っていないって、うん、このあたりは法律家のプロとしてどういうふうに思われるんですか。そうですね。ただこれ例えば火災保険って皆さん入っておられると思うんですけれど、はい、火災保険は法律的に責任がないものには払わないんですよね、うん、ですから失火責任法があることによって、まあ、自分のところだけの
損害を賠償すればいいっていう保険だから、ある程度保険料も安くなってるわけですよね。でも例えばこれを全部他の人に類償したものも全部賠償するっていうことになると、保険料がものすごく高くなっちゃったりっていうことも発生してくるのかなと思うので、まあちょっとどっちがいいのかっていうのがありますね。なるほど、そりゃそうか、うん。さあではここからですね、私も取材させていただいたんですが、平木拓ちゃんさんとズームがつながっておりますので、拓ちゃんさんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ拓ちゃん、火災から1ヶ月経ちました。今の状況はいかがなんでしょうか。そうですね、何も変わらず、まあ解約したので、先ほどあるように、うん、あの全部荷物を全部引き下げましたね、はい。でもう7割ぐらい筒だらけで、ほぼ使えないっていうか、捨てるのが悲しかったですね。まあ、使い慣れた使いやすい機器なんかがたくさんあったでしょうからね。はい、そうですね、うん。で従業員の方、今ちなみに何名おられるんですか。いやもうほとんどいないですね。あもう2人ぐらいかもしれないですね、今後は。もしかして、はい、でも2人おられたら給料も払わなければいけないということで。まあそうですね、もう全部もう払ってたんです。もう本当恥ずかしいことで、すっからかんの、もう本当にやばいですね。毎日どうやって生きていこうかなって感じですね、はい。もう情けない。はい、あの芸の方は仕事はどうなんですか。あの実はあの前回放送してくれたおかげでですね、少しちょっとなんていうか、お笑いの仕事が少し来たことは来たんですけど、もうそれも全部ラーメンの方に取られてるというか、もう従業員のとかいろんな支払いの方がかなりやっぱ溜まってるので、厳しい状況です。なるほど。その火災保険が忙しい時と重なって、後手後手になって、気づけば切れていたということなんですか。あの気づく、コロナの時期でもちょっといいかなと思って、ほとんど営業できてなかったんで、うんうんうん、だからまあちょっといいかと思って、いろいろ火災保険入ったらこれも入ってくれっていうのがすごい営業で重なってたから、まあ、これぐらいなーって感じにしちゃった。もう自分のあれですよね、本当に大きなものです。なかなか。なるほど、なるほど。どうですか、弁護士の先生おられますけど、タクちゃんから何か聞いてみたいことあったりしますか。めちゃくちゃありますね。なんというか、ですね、まあ、もらい火でもですね、あの火災保険に自分が入っていたら、あのもらえるんですけど、どれぐらいもらえるんですかね、もし入ってたら。それはあの火災保険に入っておられたら、火災保険のまあ上限金額っていうのが決まってますので、それの範囲でその現状復帰できる費用を見積もって、まあ、その金額までは出るっていう形になりますね。ああ、なるほど、うん。でもタクちゃん本当に精神的にも辛い中で3連覇おめでとうございます。すごいね。すごい。いやもうこれだけはもう絶対行くって決めてたので、もう本当に最後の最後のお金だったんですけど、もう取ってきました。もうあの支払いも済んでたんで、実はもう8月の時点でもう空港のチケットとか、あの向こうのお金とかも全部払ってたんで。なるほど。これはいつあったんですか、この大会は。10月の8と9ですね、ニューヨークで。じゃあもちろん火事の後で、はい、本当にメンタルしんどい中で、はい。もう20人ぐらいお客さん並んでくれたりとか、もうほんと久しぶりにラーメン作れてちょっと嬉しかったです、うん。なるほどね。そうか、ラーメンも作られへん状況だから。しのびは何かタクちゃんに聞いてみたいことありますか。そうですね、今後もそのラーメン作るモチベーションみたいなところは全く下がってらっしゃらない感じですか。むしろ上がってはるんですか、ショートが取って。いや消えかけたんですけど、うん、やっぱり、うん、もうトロフィーを持った時にもう絶対やりたいなっていうのが出てきました。やっぱり
すごいこのニューヨークすごいパワーある街だなっていうか、うん、なんかこれがすごく頭に結構なんか残ります。うーん、はい、海外でやられるとかはないんですか？いや、めちゃくちゃやりたいですね。だから今回やっぱ3回目だったので結構なんかいろんな人から名刺もらったりとかあって、うん、やっぱ皆さん言ってるんで、ちょっとなんか少しなんていうか覚えてもらえたのかなっていう感覚が今回ありました。いや、それはもちろんね、ヘイタクちゃんの作るラーメンのファンがアメリカにはいるでしょうね。タクちゃん、今後お店ってどうするんですか？もうあそこはもちろん撤退でしょ？はい、もう撤退ですね、はい、で今探してるんですか？そうです、本当にあの放送前に言いたかったんですけど、この放送してくれたおかげで結構いろんな人からかなりいろんな LINE があって、で今物件を一生懸命今探してますね。あの自分の条件というか、こんな状態でもこうできるかなっていうのを、で、今3店舗から5店舗ぐらいに目星つけて、こうなるように今動いてはいます。はい、それは、都内ですか？あ、もうなんとか、そうなんですよ、なんとか都内でやっぱりどうしてもやりたいっていうのがある。ただやっぱり、もう、まあ、言っちゃうともう銀行から借りれるほどもないぐらいまで お金がかなりこんななくなっちゃったんで、まあ、ピンチはピンチって感じですよね、毎日。うん、でもその3連覇の実績とかそういうのがこう、うまく使えるんじゃないですか？あ、なんとか。そうです。でもやっぱりなかなかそこはちょっと優勝してたからっていう感じではないんですよね、やっぱりね。あ、そうなんだ。そこはやっぱり家賃払ってってくれよっていうところからなんで、やっぱりしっかり、なるほどね。クラウドファンディングやってるの私今知ったんで、なんか応援したいって人、いっぱい、はい、応援しようって人も増えるんじゃないかと思いますけどね。なんとか、いや、ラーメンやっぱり今作ることによって、まあ、ネタも少しやらせてもらえたなっていう、芸人として少し寿命が伸びれたなっていうのも多少あったんで、すごくここ今痛感してますね。タクちゃん、これ順調にいけばどれぐらいで、新しいお店オープンできそうとかっていうのはあったりするんですか、目標とか？あ、ちょっとでも自分の目標にあるのはもうなんか来年の頭ぐらいにはもう元旦とかそれぐらいにまでにはもうどうしても何とかしてやろうっていうのを決めてるんで、今だから少し他のいろんな飲食店やってるお店で曲がりでちょっとイベントさせてもらったりとかしながら、あの腕が落ちないように、あのラーメン作らないと腕落ちてくんですよね、やっぱり。だからそこ感じです。はい、元芸人でラーメン屋やってる人とかっても何人かね、ちらほらおられるから、そういう人なんかもしかしたら協力してくれるかもわからへんし。あ、そうですね。だからその辺も踏まえてなんとかちょっと、落ちないようにちょっと料理してラーメン作ってってことで、だから本当ちゃんとネタをちゃんとやんないとダメですね。ね、どんどん腕落ちてきますね。なるほどね、そういうことなんや。いや、本当ヘイタクちゃんの作るラーメン美味しいから、ぜひ応援してますんで頑張ってください。すいません、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。